はい、みなさん、こんにちは。エネルギーナビゲーターの大畑春美です。大変ご無沙汰いたしました。今日が2023年初めての動画になります、えー。ですからちょっとすごく遅いんですけど、もう今日3月1日なんですけどね、アメリカも。えー、明けましておめでとうございます。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、あのー、2016年のお正月から私 YouTube 始めたんですけど、もうですから7年とか8年になると思うんですけど、こんな2ヶ月もね、 あの以上も動画を上げなかったこと一度もなかったんですけど本当にこの2023年ものすごく大変容が起こってますで本当今年はね皆さんにあの会員の皆さんにお伝えしてるんですけど関ヶ原ですよと2020年に大きな変容の、えー、エネルギーが入ってきてコロナが起こって地球もねそれからいろんなものが変わりましたねいいよいよこの年は 新しい波が立ってくるとなので、えっと、これからの2年間2025年になってくるとまたずっとエネルギー変わりますから今本当に大事な時を生きているんです。で私もですねあの今年の2023年は私にとってもとても大きな変容の時が今来ておりましてであのまあ、えー、去年からねあの年,年始の方でね、えー、と1年間の年間の 自動生成プログラムというねプログラムでこの1年の大きなエネルギーの、えー、細かいですねお話をするプログラムを立ち上げたんですね、えー、毎年暮れに来年の1年間の有料のウェブナーをしてたんですけどやっぱりあの1回ぐらいのウェブナではちょっと伝えきれないことがあって去年から本当に大事な時が来てるというのはよくまあ <laughs> あのエネルギーをあの宇宙のエネルギーをこう 見ていてていいももそれからまあいろんなメッセーージでダウンロードしてもですねやっぱり皆さん伝えようということで去年それを始めて今年はですね <laughs> BSP の新しいクラスを作ったりとかあと1月の終わりからあの南アフリカに、えー、ホワイトライオンの、えー、まあトレーニングにですね、えー、リーダーシップのトレーニングで行くことにしていましたのでまあちょっと今年の児童生成プログラムは ああまりもも大変だから私の自我はもうやってあげたいけどできないっっててほとんんどそう思ってたでですねでもやっぱりハートはですねやってあげたい伝えたいこんな大切な時伝えないでいつ伝えるのって、まあ、言うわけですよ。ってことは私のハートっていうのはもう魂と直結して宇宙とつながってますから宇宙からもやりなさいというね応援をいただきましたからそれを本当にあのやっていたら YouTube の動画を。 アップする時間が全くなかったんですね。ごめんなさいね。で、<laughs> 今日はえっ、ー、と3月に入りましたので、3月から本当に今年はエネルギーを大きくシフトします。で、3月一番大きな山まなんですけど、まだまだこの後も続くんですよ。5月、7月もう本当に今年はあの2023年の当時の頃に12月にどうなっているのか、もうそれは私たち一人一人がどれだけ自分と向き合って 自分らしく生きていこうって愛で生きていくことを選べるかどうかにかかっていると思いますですから今日はちょっとですねまだね咳がちょっと出るんですねあの2月のいつ頃だったかな十何日にアフリカから帰ってきたんですけれどもちょっと向こうでですねコロナにかかってしまったんですね私も。 で私自身の症状は、まあ、コロナだからちょっとインフルエンザみたいなもんですけど、ね、熱も出なかったしあのそんなにひどい症状ではなかったんですがやっぱりあのタイトなスケジュールの中で寝込むわけにもいかなかったのでずっとこういろんなワークをしながらコロナとも戦っていたって感じ <laughs> なんとかね絶対帰るって言って帰ってきたんですけど帰ってきてからドーッとね1週間寝込みまして。 で、帰ってきたから咳が出るようになって、で、まだね、ちょっと話すと咳が出るんですね。それもあってちょっと動画を上げることができなかったんですけど、今日もちょっとマイクがあるから、あの、咳が出なければいいんですけど、出た時はごめんなさい。はい。で、ちょっと何回かに分けて、これからのお話をしていきたいなと思っています。まず、今日3月、 こちらは1日ですけど、日本の皆さん2日になってると思います。今すごく素敵なエネルギーが来てるんですね。これは金星と木星という、まあ、いわゆるトラディショナルなアストロージーだと、金星と木星ってはもうラッキースターと言われてますね。 金星 <laughs>、まあ、は愛の象徴バランスのようなものいろんなものを表すんですけれどもでそれと木星ですね木星はまあいろんなものを拡大してですね私たちの信念体系をこう私たちの自分らしさを求めていくようなそして私たちをまあ,ある意味プロテクションしてくれるような素晴らしい星なんですけどもちろんどの,エネあの惑星とかあのエネルギーもですね周波数を使うことによって、まあ、低い周波数の場合は。 あーそのネガティブな方な作用が出てくることもあるし、えー、ポジティブに、はい、高い周波数で使えば本当に素晴らしいものなんですけどこのこの2つがですね一緒になってるんですね今。それがい座の12度で起こっています 何を隠そうはるみさんの太陽はおひ座の11度40何分にあるんですよ。40何分だったか忘れましたけど、まあほとんど12度なんですね。ですから今、私のごハウスの太陽ってすごく強い太陽なんですけど、その太陽に金星と木星がバーッと重なってるんですよ。今日動画撮らないでいつ動画撮るのっていうタイミングなんで、よし撮るぞと言ってですね、今日はえ久々に本当に動画を撮ってます。あ 咳が出なくてよかった。今ね、一生懸命ね、あの、咳のシロ咳止めの、咳止めじゃないんだけど、こう、漢方のね、シロップとかも飲んでて、<laughs> なんか本当、あの、<laughs> あ、でも出てきちゃった。ごめんなさい。<laughs> そうなんですよね。こうやって咳が出ちゃうんで、ごめんなさいね。ですから、えっと、これはね、あの、これから、 えー、7月3月の7日に満月があるんですけれどもこれが、えー、4月の21日に太陽がお羊座の0度に入ると、えー、春分になりますね。でアストロージュの世界宇宙のエネルギーから言うとこの、えー、地球の昼とな夜の長さが同じつまりあの北半球でいくと太陽が真東から昇って てくるタイミングというのは非常に大事なタイミングになります。で、これが宇宙元旦のようなエネルギーなんですね。ですから、えっ、ー、と <laughs> そこまでのなんか、その去年のやっぱり3月の21日とか2日頃の春分の日から始まった宇宙の1年がもうすぐ終わる。今師走になってるところなんですね。で、この3月の中にえっ、ー、と最後の乙女座の満月があります。この満月。非常 に日本の皆さんはパワフルなマーケットになっているんです。けれども、詳しいことは私の、えー、コミュニティ auc 押し込み連れてる。なんか差込みのですね。auc というのは、まあ私が今度立ち上げたアストロージオブユニバアカデミーオブユニバースコードというね。これもあのこの3月の、えー、新聞で皆さんに大々的に、えー、ご案内いたします。けれども。 そこのコミュニティがあるんですね、えー。ミラクル会員というコミュニティがあります。この下にリンク貼っておきますから。で、あのまあ3月のその春分の日にまた、えー、大公開で新しい、えー、かあの新規の会員さんをオープンしますけれども、今はあの 入りたいという方はすぐ受け付けるように事務局の方にしてますので興味のある方はそちらから、えー、申し込んでいただくと月5ドル55セント日本円だと今いくらぐらいですかね600円ちょっとになるんですかねそれで、えー、っとこの新月と満月の詳しいエネルギーナビゲーションをちゃんとチャートを使ってですね 解説してててますすからでこれはずっと続けてきてるんですねちょっと咳込みながらもですから <laughs> えと、まあ、そちらの方で詳しく解説してますからあまり細かいお話は今日はできないんですけどこの満月のあとで1時間しないですね満月はおあの乙女座の16度40分で太陽,太陽は魚座の16度40分満月というのは新月で太陽と あの月が重なってそれから月がグッとね、えー、上限の月そしてあの満月オポジションになるんですよね。で <laughs> この満月日本はねあの、えー、とサソリ座のアセンダントだったと思いますね確かね、えー、ちょっとうん。でえっ、ー、とものすごい面白いチャートだったんですけどこの満月の1時間しないで土星が今ずーっと水瓶座に入ってたんですけれども。 2020年の、えー、そうですね当時の直後に土星と木星が水亀座のゼロ度で新しい介護周期作ったんですけどその頃からずっとね2020年の終わりの方から土星は水亀座に入ってたんですけどこれがいよいよね魚座に入ってくくんでですすすこれはものすごく大きなイベントで,すでこの土星が魚座に入っていつもはね こう上座に入ってそのまま行って逆行するとまた「う座」から出て「水亀座」に戻ったりするような時もあるんですけど今回は「う座」に入ってずっと行ってですね戻ってもですね上座の0度まで戻ってまた「う座」の中を行くのでこれからずっと2025年までの間土星は「水亀座」に戻ることなくずっと「う座」にいるんです。 でこの土星がウザににいいいるというのは非常に難しいエネルギーですでも宇宙が私たちをこうやって宇宙は導くんだなってエネルギーあふれてるんですよねだからもうこういう YouTube でこうお話をパパッてするぐらいのことでは、えーとまあ、こうですよしか言えないでこれをどう取り組んだらいいかっていうようなことを詳しく詳しく皆さんに解説しているのが 私がこのお正月からずっと2か月間まあまあ,あのえっとアフリカに2週間行ってましたしその後1週間倒れちゃったりとか行く前も行く準備がありましたから1か月ぐらいほとんどもう本当あまりお仕事ができる状況ではなかったんですけどもえっとその自動生成プロ,プログラムを本当に徹夜徹夜徹夜でずっと作り上げてですね皆さんに提供してます。でえっと、今からでも あの遅くはありませんのでこのプログラム興味のある方今またもう一度この3月のもうすぐキャンペーンをしますのでそれもまたできたらご案内すぐいたしますから、えっと、なかなかちょっといろいろと IT の方との、えー、仕事いろんなことが今同時進行してるんでねあの行かないんですけどそこで詳しく解説してますですからねこのね土星が魚座に入るっていうことをどう取り組んだらいいかっていうのをよく理解していただきたいんですよね。で ちょっとだけエネルギーを解説すると土星っていうのはもともとゾディアックっていう12のね、えー、渋滞ってがあるんですけどこのサインがですねまあ星座ですねでそれごとにエネルギーがあるんですよ。で私が皆さんに教えている意識進化先生学コンシャスネスアストロジーはエネルギーとサイクルの学問として皆さんの魂の設計図として 皆さんのそののそ瞬瞬間間生まれた瞬間の空のからのメッセージを読み解く手法なんですねですから <laughs> 生まれた時の出生図はそうだしそれから今この瞬間とかこの、えー、満月の瞬間の空のエネルギーっていうのはどんなエネルギーかするとそこにですねたくさんの私たち宇宙からのメッセージが全部暗号で入っているわけです。 象徴として入ってるんです。ですからこの象徴をいかに読み解くかという技術が非常に大事になってくるんですね。ですからえっ、ー、と運がいいとか悪いとか、うん、うん、何かそうですね難を避けたりとか、えー、するための、えーえー、なんか何て言ったらいいんですか。いわゆる私は占いが悪いって言ってるわけじゃないんですけど占い的なあの読み方をするんではないんですね。であのまあ ちょっとそ,そこは置いといてその,その時にエネルギーとサイクルの学問として読む時にねエネルギーは12の種類に分かれるんですよ。でまあ土星というのはヤギ座の支配性でありますしそれからジュフハースという地球から見て地平線の中から一番太陽が一番高く昇るところを示しますから一番外から目立つところなんですね。だから人生ではまあキャリアの キャリアをすなんていうこともよくあるんですけどとにかく一番パブリック <laughs> 公の外側の世界からああそこには美さんがいるなみたいに目指すとこなんですよ。で <laughs> そこはまあ、えー、よく言われるのは公の,、えー、あの役割とかそれからまあロールモデルになっていくとか自分が権威を持つとかそういったいろんな意味があるんですけどもう一つは私たちが。 こ,うこれが私たちの真実だろうっていうようなものをじゃあそのあ、まあ、木星とか一座が見つけてくるんですけどそれをじゃあ形にしたらどうなるだろうって言ってきちっとですね仕組みを作って型を作ってそこにこうその何て言うんですかねあのいろんなアイデアを具現化する力を持っている知の。 エネルギーを持ってるんですねだから土星っていうのは非常に固めるエネルギーだしそれからこっからここまでは私のところという、ね、境界線を作ってですねその中でみんなが安心安全で暮らせるようなっていうそのセキュリティみたいなこともすごく大切にするようなエネルギー持ってるんですよ。それが魚座という魚座というのはその土星のヤギ座から水亀座があって魚座に行くんですけどまあ、ゾディアックの最後のサインなんですね。 で魚座を超えるとまたおしつい座という新しいもう一度サイクルが始まるわけで今ちょうど太陽も座に入ってますよねだからそのおしつい座が宇宙でいうと宇宙新年元旦になってくるんでその前の今最後の師走の段階で満月があるんですけどその段階でねこの土星がずっと水亀座にいたのが魚座に入ってくると魚座はどんなエネルギーかっていうと水のサインですよね。そして時間間と空間を超えた もっと高次元のエネルギーとつながっていくようなエネルギーを持ってるんですそして最終的には宇宙の真実を表すすよよううなな象徴しているるエネルギーででもあるんですねただ宇宙の真実というのは時間と空間を超えた高次元の宇宙意識のようなエネルギーになってきますからこの体を持って時間と空間にある程度制限されたところで生きているこの肉体を持った私たちは100%は理解できないわけです。 ですからあこうだといいなという本当う無条件の愛みたいなねこう素晴らしいこの宇宙の真理みたいなものも表すんだけれども、えー、っとそこを100%私たちが全てこうだって理解することもできない世界なんですね。だから究極に スピリチュアルなものを目指す時はこの魚座とか海王星とか十二ニハウスっていうのはまあ周り先生に言わせると私のお師匠さんでいる周り先生から言わせると宇宙の子宮って言ってるんですね私たちは魚座からお羊座でおぎゃって生まれてきてまた最後は魚座に戻っていくんですけれどもですから全てを包み込んで時間と空間もなくして全部をワンネスにするようなエネルギー全部溶かすエネルギーなんですねですから土星は固めるエネルギーなのに魚座は すすんどんんでよどどだからこれが非常に難しいんですねただしこの土星と王座が一緒になった時に本当に宇宙の真実つまり宇宙とつながってるんですよ私たちは。私たちはこの体を持ってますけれども体をただ持って体が信じゃったら終わりじゃなくてちゃんと魂というねスピリットを持った存在なんですよ。 この精神性スピリットを持っている私たちはこのスピリットをはもう全部一つの世界ですからでも体を持ってくる時はこのスピリットの一部分の自分の中のこう魂と言われているものね魂と言われているものをこうこうこう器にこうて持っているわけですから体がなくなってもこの魂は全ての記憶を持ってですねまた宇宙の地球のウわが象徴している世界に帰っていくわけです。ですから私たちは 何度も生まれ変わってるんですね生まれ変わってこの魂を進化させようとして生まれてきてるんですそういう条件のもとで私が皆さんのネイタルチャートと言われて出生図を解読していくんですけれどもまあちょっとまた話がずれたから戻しましょうこういう魚の世界にいるとですねあのー 一つはものすごいこう時空間を超えたもう幻想の世界とか夢のようなねあこんなになったらいいなというようなもうあの非常にたくさんのアイディアが浮かんできたりとか、えー、夢,夢でいろいろ教えていただいたりとかねそれからやっぱりあのこう非常に受け身的なエネルギーでもあるんですよ。ただ低い周波数で使ってしまうと もう何もできないわって海の波に大波にのまれてしまってそしてその場限りの,楽しあの一時だけに範囲になるようなことだけで終わってしまうなんていう時はこうアディクションとかねあのアディクションとかあります中毒とかアルコールとかドラッグとかセックスとかに、えー、あの,の中毒になってしまうようなエネルギーでもありますね。うん、ただ高いい周波数ででくくと非常ににスピリチュアルルななエネルギーになってくるんですで この本当一番難しい噂ワのエネルギーで一言じゃ言えないからもう何時間もかけて噂ワのエネルギーを私は AUC の中級コースって昔は言ってたんですけどあの上級コースの方でね、えー、皆さんにお教えしてるんで性ね。ですから、えー、とまあ,あのそこに固めていろいろなものをですねリーダーシップを取ってねこ次はこうしてこうしてこうやっていくんだよそうやって作っていくんだよみたいなことをしようとしてもですね これが宇宙の本当の真実に沿ったものでなければ固まらないんですよ。で、実はヤギ座の土星、ヤギ座が表すアーキタイプ、エネルギーはとっても大事なキーワードがあるんですね。これがアライメントなんです。つまり私たちのこの肉体を持った自我、エゴだけがやりたいやりたいっていう私だけのために生きているときは、 これが宇宙の導き魂の声を聞いて生きてない時はこれ沿っ,て沿ってないんですねそうするとそれを沿わせるようないろんな事象が起こってくるのが土星なんですそれがすごく強く出るのがこの土星が座に入ったタイミングなんですこれから2年半ぐらいの間2025年になるまで2023年24年25年ですねこの間に土星はだだだだん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  もう最後に魚座の最後の方に今いる魚座の支配性である海王星とも重なってきますし実際にピタッと重なるのはお七座に入ってからなんですけどこれもすごいエネルギーなんですけどこの辺のね詳しいエネルギーをよく知らないとなんかちょこっとだけこうしたらいいあしたらいいみたいな何て言うのかなあのハウトゥーでね乗り越えるような時じゃないんですよ。だかかここかららこれの2年半はいかに <laughs> 自分ののの内側のハートの声を聞いて生きるかつまり頭ではなくてマインドじゃなくてこの魂の声を聞いてどれだけ生きていけるかだから本当に私たち一人一人が自分本来の自分本質で生きていける時代がこれから来るんですよ。で冥王星がまだヤギ座にいるんです3月は今度は春分の日があって。 すぐ春分の日はね、えっと、太陽が入るのは、えー、いつだったかなちょっと待ってねえー、っと4月の3月の21日の朝の6時24分に太陽は、えー、っとお羊座に入っていくんですけれども、えー、日本の場合は翌日の22日の午前0時49分だから翌日になっちゃうんですけどまだ1日経ってないですねそこでですね新月になるんですお羊座ゼロ度で。 これはね本当に新しいサイクルですよねもう元旦の日に神経なんですよこんなの私ねあのエネルギーずっとやってましたけど初めてですだから本当に新しい時代が来るんですよでその翌日に冥王星がヤギ座から水瓶座に入っていくんですまこれがどんなエネルギーかっていうのはちょっと長くなっちゃったんでまた 次の動画でお話ししたいと思うんですけど本当に3月はその前もいろいろあるんですねまず今日はとっても素敵金星と木星がオヒス座の12度で5になってますからそしてこのオヒス座というのは <laughs> 紫外星が火星なんですけど火星が今双子座の最後の方にいます今日は確か19度でしたけどついこの間まで17度でしたねだから、えー、とまだ <laughs> 火星はちょっと待ってねごめんなさいね席がず ちょっとお水を飲ままてもらいます <laughs> 火星はねまた4月の,こうあの23日に水あの天皇あごめんなさい冥王星が水亀座に移った2日後なんですけれどもいよいよ長い間ね去年の10月ぐらいから、えー、もうちょっと前だったかもしれないけどずーっと双子座にいたんですよね逆行してそれがいよいよ蟹座に、はい、移っていきます。で あのこの火星が今双子座にいるうちにねで火星がですねまたこのこの加減ですよねちょうど15日に海王星とぴったりスクエアになったりそれから2日後にはあの <laughs> 次々と水、えー、星金星太陽とねスクエアになっていくんですね。だから ここら辺のエネルギーもすごい難しいエネルギーなんですけど、これは、えっと、自動生成プログラムの方で詳しく解説しますので、でもこの火星、すごく今大事な役割をしています。で、火星が双子座にいるってことはね、これ、双子座っていうのはやっぱり学び、コミュニケーション、人と関わっていく。なんか今は本当に行動に起こして、今全ての天体が巡行になってますしね。だから、ごめんなさい。 にこれあの、えー、と携帯取ってるんんででで一時停止できなないいすよねねごめんなさい、ね、なこ,うこういうふうにすぐあの話すと咳が出ちゃうんでなかなか動画が撮れなかったんですけどあの、まあ、咳だけなんですよ他にはもうほとんど元気なんですけどで、まあ、ちょっと話がずれましたからもう一回戻しますけどあのー、そうあのこの火星がね今押出座にいて押出座,座の支配者の火星が双子座にいて。 今お座に木星が入ってきてきるんですよねで金星も一緒にいるでしょでこの,あの木星がですね去年の12月ぐらいにあのいよいよあの、えっと、おとつり座にまた戻ってきてバーッと動かすの途中でお羊座を駆け抜けていきますですから今お羊座の方は、えっと、それから皆さんのお羊座にがあるハウス私の場合はこうハウスなんですけどたくさん12年に一度の大きな拡大にチャンスをもらっているそれが金星と一緒になってますから。 ですから皆さんの,その私の場合ごハウスというのはも,もともと獅子さんの太陽のあるハウスに私は太陽がありますから私のハートのを思いっきり輝かしてですねもう本当に自分らしく生きるっていう時は今来てるんですねだから今日こう撮ってるんですけどであの、えー、ただこういう今状況の中で、えーっとまあ、ちょっと病気になったりそれでも確実にやりたいということは。 行かせていただいてそして守られてね戻ってこれましたしまああのー。 今ちょっとオラクルも引いたんですけど、ちょうど本当そうだなって思うようなカ,あのカードも出てきてます。ですからこの後またオラクルカードの動画も、えー、とちょっと元気があれば撮りますけれども、えー、あのこれから少しずつ <laughs> あのこういう形でお話をしていきますので、えー、引き続き星を見つるずる草 AUC アカデミーですね、アカデミーを指すコードのこのチャンネルよろしくお願いいたします。はい。じゃあちょっとまとまりが悪いんですけど。 ちょっと咳き込んできちゃったから、今日はこれで終わりにしたいと思います。えっ、ー、と、えー、もう一回まとめますね。今、火星が、あ、あの、牡羊座のか、シェアシェアの火星が双子座にいて。で、今、ええー、牡羊座に、木星が十二年ぶりに戻ってきてます。で、えー、金星も今いますから、今牡羊座のあるハウスがとても大きく拡大していくときですね。ですから、そこを。 この火星をうまく使うということは、やっぱり私はこういうことしたいんですって表現することすごく大事自分が思っていることを言葉に出したり何か表現をしたりそれから人と関わってこういろいろといろんな人に出会っていく街に出て実際自分で経験してみるそんなことすごく大事ですそして双子座は学びのハウスでもありますから彗星を使ってしっかりと学んでいくことも大事です今あのぜひ学ぶためにね、自動生成プログラムそして、えー、この <coughs> 新聞の日 の後の新月から、えー、とちょっとしばらくですね私の方の、えー、コンシャステスアストロージーと昔は言っていた意識進化先生学今までは星込みのオンラインスクールだったんですけど AUC アカデミーユニバースコードとしてですねあのああの宇宙の暗号を解読するアストロージーの大学としての えー、講座に変えていきますのでそれを皆さんに発表してですね特別なキャンペーンをさせていただく予定でいますですからちょっとお待ちいただいてたんですけれどもお待ちいただいてた方も、えー、お話しいたしますからね今学ばないでいつ学ぶのっていうタイミングですから是非、えー、学んでみてくださいでえー、っと今年は本当にねいろいろエネルギーがシフトして外側はどん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 ,どん壊れていきますから。 怖いと思っちゃうと思うんですけど、実はその先に新しい時代を開きなさいっていうメッセージがたくさん来てるんですね。で、それ、どういう時代にしていくかっていうのは、私一人一人なんです。ただ、一言だけ言えるのは、外側に回答はないんです。私たちのハートの声を聞いて、愛で生きていく時代が来ています。だから、ポイントは二つしか、一つしかありません。恐れて生きるか、愛で生きるかです。そして、私たちはずっといろいろなことを恐れるように教育されてきました。 その方ががが都合いいい人た,ちがいたんですでも今これからの時代は違うんです私たち一人一人が自分の魂の声を聞いて自分の本質で生きていける時代が来ますその時に魂の声がちゃんと聞き取れるかどうかこれとても大事なんですそれを学べるのが私が皆さんにお伝えしている意識進化先生学だと信じておりますまあ学びたい方ぜひ、えー、3月の21日2日 頃にご案内いたしますから楽しみにしておいてくださいはい、それじゃあ今日はこれで終わりにします Thank you so much, you're so much love